どうも、ボブサイ先生です。ということで、7月28日の23時44分でございます。はい、とうとうね、やってまいりました。新流行り紙3ですね。いやー、これね、すっごい楽しみにしてたんですよ。えー、流行り紙シリーズ。で、こっちがね、新流行り紙なんですけれども、1はプレイしたことないんですよね。プレイステーション3と、あとは、ビータとかで出てたのかな。PS ビータ。 えー、あとはスイッチでもね12のセットが販売されてるんですけれども新入り紙2はねプレステ4で、えー、全部ねクリア済みなんですねで今回この3プレス4版かスイッチ版かねどっちを買おうか迷ったんですけれどもちょっとねプレステ4の調子があまり良くないんでスイッチ版の方をね購入いたしましたこれね事前ダウンロードなんで あと15分後ですかね。日付が変わらないとまだ遊べないんですけれどもね。日付が変わり次第早速やっていきたいと思います。ものすごく楽しみ。ちなみにモンハンライズはね、最近あんまりやってなくて、つい2、3日前にクエスト2、3個やったのかな。それぐらいですかね。あとはこのお隣のファミコン探偵クラブね、こちら。 えー、後ろに立つ少女を何度か配信しましたけれどもあれ以降やってないんですよねでこっちの消えた後継者ねこちらの方はまだ一切触っておりません、えー、ということでねちょっとねこのゲームはかなり思い入れがあるゲームだったんですけれどもちょっと今罪状態でございます、えー、そんな中「新流行り神3」7月29日にね えー、発売ということでもう間もなくプレイしていきたいと思いますちょっとねアロマの動画以外を武蔵先生チャンネルでね今後出すのはやめるというふうなことを宣言したんですけれどもねちょっとねやっぱ流行りがミスりやりたい配信したいということでね、えー、皆さんどうかご容赦くださいではまたね時間になりましたらプレイ開始いたします